はい、えまずスタートなんですけど、えー、香川選手と、ね、太田選手が出たのでもう作戦通りここは前から行こうって話でしょうね、前取って相手の動きを見て、うん、叩くくていうところですよね、伊早坂選手も普通に前に出たので、伊早坂選手はもう本当先行してどこまで見せるかっていうところなので、まあ、そこがね、えー、昨日もそうなんですけど昨日のようなレースをしてねしっかりと主導権を取る、まあ、そうじゃないと先行しなかったらもうこのメンバーだと伊原坂選手、まくりがあまりね 巻くよりは先行なんですよねだからやっぱりころですねでやっぱりこのレースは太田選手が先行するか伊早、えー、坂選手が先行するかどちらかだと思うので、うんまあ、このスタート位置からすると太田選手はまず前を取って後ろの動きを見て1回下がって叩きどころで叩くというところですかね、まあ、それを誰が崩すかというところなんですけど伊早、まあ、坂選手は前から2番目です。 前から2番目ということは後ろから誰か押さえてきたときに太田選手が引いて,引いてしまったら自分も下がっちゃうわけじゃないですかでも、日原選手はそれでいいんですよ後ろからかませばいい,い,いことなんでね、うん、で3番手取りたいときは日原選手の位置にいると太田選手のラインを前に切って後ろの選手を待つと3番手を取れるというね、うん、そういうね、あのー、いろいろ使いこなせる位置が前から2番目という位置なんですよね。 はいえー、その後ろには、えー、中段ですね、山田ノ範選手です、本当、だから山田ノ範選手がそこにいた方が、真っ先に選手もそうですけど、自在選手がそこにいた方が、レースは組み立てやすいですよね、松谷選手は、車番が悪かったので、6番、8番なので、後ろからなってしまいました、そうするとやっぱり先に動いて崩しに行かなきゃいけないんですけど、うん、ここもやっぱりタイミングが少し早いような気がして、 したんですよ、ね、だけどやっぱり今の太田選手の活躍を見ていると早めに後ろに下げて、うん、動きを見せないとって感じですよね山田選手がうまかったですよね切った松谷選手の後から切って宮塚選手を待つという形ですよねこうなってしまったら松谷選手は下がるしかないので、うん、後方に下がってしまいますねここでついていって太田選手が原坂選手を叩くのもいいんですけどでもやはり 自分の得意技はやっぱりまくったりかましたりすることなのでスピードをもらって、うん、ここはまくるという展開に持ち込みましたよね、増谷選手が後方の中断になってしまったんですけどここね、きついんです、正直ね、あのー、追い込み選手からするとこの上りとかコーナーでダッシュされると非常にきつくて、うん、香川選手の,その離れてしまったわけなんですけど、まあ、ここをね、一気にまくりきってしまった太田選手。 井選手が切り替えてねこ,こをカタール選手が追いかけるわけですけどカタール選手も自力ありますからねその後ろについた山田選手も自力ありますから足ありますよね山田選手の今日の動きのこの足っていうのは素晴らしいと思いますよね、アクシデントもありましたけど、まあ、ちょっとあの戻してもらいたいんですけどまだ新規って7番選手はどうでしたかまだですか。あ,あの そうですね、最終バックのここが審議なんですよね、ここを送ってもらいたいんですけど八番の選手に押し込まれて、これが面積かどうかっていうところなんですよね、それを今、審議で見ているところなんです、審判がね、あれは本当だったら、後ろに下がって、外体戦の内側を走っている前の選手から、内から抜いちゃいけないので、本当だったらバックを踏んで、迂回しなきゃいけないんですよね、ただ、ああいう流れの中での動作の中で、ここですね。本当だったら 1>, 1番の選手を内側から抜いいいてはいけないんですよここは1番の選手が外体線を中しているのでだけど8番選手に大圧されて事故を回避するためにここは仕方なく後ろから抜いてしまったという、ね、本当は,ここは下がらなきゃいけないんですよでもここは流れの中で最終バックでスピードが出ているところなので審判がこれを面積理由として迂回できないじゃないですかこれ,これ8番に押し込まれてからしょうがないんですよね。 だからこれは多分面積になるかと思うんですけどそういう後ろの方のことも審判はちゃんと見て一人一人自己点をしっかりとつ、ね、けるとかつけないとかを審議しているので少し時間がかかってしまっているんですよね。はい、そうい,ういった8レースでしたけども、まあ、ここでまた、ね、ゴール前で増田選手が突っ込んできてこれで増、ね、田選手が外退戦のうちに入ってしまったら増田選手失格なんですけど。ここ 落車するところですねここですねマスタネ選手が外対戦の内側に入ってぶつかっていたらこれアウトなんですよねだもう外対戦あ当たってない入ってないんですよね外対戦から内側入ってないのでセーフですねそういうあのラインなんですよあれはそうすると明確にわかるんですよねはい。それがこの外対戦と内見戦の、うん、ルールの見分け方ってところです、ね、じゃあ,あれがちょっとでも被ってたら、はいはい、失格そうです外対戦の内側にマスタネ選手がちょっと入っていて落車が起きたら、うん 大圧でで失格なんですよねただ、増谷選手が落下している時は入っていなかったので、うん、やっぱりそれはセーフになりますね、はい、そういうところを審判は見ていると思います、今、引き続き、ね、審議を行われているんですけどその辺もはも、いはい、踏まえて審議していると思いますね。